勇者パーティー VS レインたち、勝つのはどっちだ。今回は完走していきましょう。レインの前に現れたのはまさかの勇者パーティーでした。なぜレインの元に再び現れたのか。迷いの森で苦戦しており、口調では綺麗事を言ってるが内心は利用しか考えていません。ですが優しいレインは引き受けてしまいます。ですが奏たちは勇者パーティーたちにレインに土下座でちゃんと謝るように言いますが、無能に謝る必要ないと言います。本当にこの勇者パーティームカつくわ。ムカついた勇者パーティーのリーダーはレインにちゃんとしつけしろや愛玩目的で買ってると言われ、さすがにレインが怒り殴ります。ガチでレインが殴ったことですっきりしました。それに怒り、勇者パーティーとレインのパーティーで戦いになります。どっちが勝つか考える必要ありませんね。まずは奏と戦う勇者パーティーの男性、奏の強さに本気を出すかと言いますが、奏は半分の強さでやると言いすぐに KO。 その時奏がちょっとは反省してねがガチで可愛すぎる。一方タニアは勇者パーティーの女子2人と戦います。魔法を打つもタニアにパチッと消されます。この消し方かっこよくて憧れますよね。何度も何度も魔法を打ってもタニアに当たりません。そしてタニアは超級魔法を使い、上にはでっかい魔法陣が、この時の終焉をプレゼントしてあげるがかっこよすぎる。怖がってる二人を見るといい気味ですね。ですがタニアは打つと死んでしまうので打ちませんでした。勇者パーティーの中でもこの女子二人が一番うざかったからボコボコにされてよかったです。そしてレインはさすがに勇者なのでかなり苦戦しました。ですが奏とタニアの力を使いながら倒します。最後にみんなで喜ぶのが最高だった。勇者パーティーがボロ負け、いい気分ですね。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価お願いします。それではバイバイ。